こんにちは、土の子です。さあ今回はね、ステージエキストラ40ルンパッパなんかちょっとアホっぽい感じだけど、推奨レベルは5で、結構ねバリアのお邪魔が激しいステージなので、レシラムとマンムーを入れてます。バリア消しプラス、まあ僕はコンボが途切れるので、まあ、こういうのも結構効果的でしょう。そしてルンパッパを出してくるようなので、振り払うプラスのルギアを入れていきます。そしてバリアにはねよく効く、レックザ、レックザで壊したところはねバリアも消えてくれますから、じゃあこれでねノーアイテムでチャレンジしていきましょう。1分30秒だからちょっと長めだね。いきます。まずはそうだな、ルンパッパは、あーしまった、上のルンパッパ揃えなきゃいけないよね、よく考えたら。おっしょ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 ちょっとははばばレックザ、レックザのメガ進化を次は早く、ルンパッパも揃えてレックザのメガ進化を揃えます。鉄ブロック、よし、レックザメガ進化しました。ルンパッパとかを揃えつつ、マンムー、はいはい、レックザ、ほいほい、はいはいはい、あちょ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 、あのダンスするの本当にやってほしいよいしょ、レックザ揃えて、後半は結構バリア少ない。おっとここで中央にバリアをやってくる、なるほど。でもレックザがメガ進化してたら、まあそうでもないですね、やっぱりバリア消しプラスは効果的でしょう。うん、いいね、下手でもコンボが途切れたらバリア消しがね発動しますから、よいしょ、取り払って、後半は全て真ん中にバリアしてくる感じかな。で初見でも6秒残しでクリアすることができました。よしよし、今回は結構クリアできる系だね、いい感じ。さあ 5% お願いします。さあコブおっとスーパーゲットチャンスが来てしまう、これ一発でゲットできちゃうんじゃないの、もしかして。さあどうでしょう、来ちゃうかな、ピシッ、おお一発でゲットできちゃいました。うん、そんなに苦労しませんね。攻撃力は70で忘れさせるです。バリアが激しいですけど、バリア消しプラスとか入れてたら全く問題ないでしょう。じゃあ続いてサザンドラもいっちゃいましょう。さあサザンドラは壊せないブロックを、出しお邪魔でね出してくるみたいなんで、エルレイドを入れつつ、余裕があったらねルカリオの総攻撃、そしてねローブシンはまあ攻撃力要因という感じで、どっちかを揃えつついこうかななんて思います。じゃあサザンドラも行きましょう。教えてもらったね、動かしたら鉄ブロックが消えるっていうやつやってみようかな。123345、あ本当に消える、これで消したら速攻でいろいろ動かせるのでいい感じか。なるほどなるほど、それで最初に総攻撃とかやればいい感じかな。総攻撃して、よし、ここのブロックは結構早めに剥がれるからいいのかもね、はい、あ、よし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 、コンボつながってるつながってる、あちゃー終わっちゃった。あ終わっちゃった結構難しいぞ、うわー倒せないやっべあれ結構サザンドラ簡単ですよって言われてるけど難しいぜいやーちょっと下手くそすぎるぜ。よし、コンボアップ系を僕はもう狙わずに攻撃力の高いパーティーでいきたいと思います。メガハッサも使うよ、いくぜ。
もうじゃんじゃか揃えてきますね。落ち着いて、邪念があるからいけないんだよな多分な。はいはいはい、あーちょっと、よし、あーやっぱりジグザグに消えるメガ進化のがあるとうまくいかないね。あーでも倒すことできましたやっぱりね、コンボアップ系を狙おうとしてわちゃわちゃするよりは僕は攻撃力アップ系の、攻撃力の強いねポケモンでいった方が僕はうまくいきました。 13% 上手い人だけしかやっぱできないですね、ああいうのはね。お、そしてスーパーゲットチャンス、これ1回だけ投げていきます。さあどうでしょう。あー出ちゃった、残念。さあもう1回いきましょう。落ち着いてフルコンボ狙うだけで大丈夫ですね。はいはい、あれはいはいはい、あーっとー、コンボ失敗すると、お邪魔してくるんだね、どんどんね。なんかメガ進化ポケモン入れない方がいいかもな、なんかそんな気がしてきた。いつも失敗しちゃうもんね。ギリギリ倒せました。お、またスーパーゲットチャンス 31% あるある。どうでしょう。さあ来い、おお、ゲットできちゃった。300コインゲット。攻撃力80で入れ替えプラス、いいですね、使えますね。100攻撃力100になるので強いポケモンです。はい、ということで僕ぐらいのレベルでも、まあ、ノーアイテムでね、どのエキストラステージもクリアできます。特にねサザンドラなんかは強いので皆さんもねぜひゲットしてください。それじゃあ土の子でした。